嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もエルダースクロールズオンラインエボンハートパクト編の続きの方をやっていきましょう。前回ね、パインピークスだったかな、こうね、つまりマイバルステッドに行ってきましたよと。ここでまあ同胞団の一人ハクラ、そしてもう一人ね、こっちでバルダーをまあ救って、まあだから巨人シンムールに力をまあ注ぎ込ませて強化するのを阻止したというところでしたね。というわけで今日はこの続き、こっちの今ホンリッチの塔、これだね、うん、ここに今ジョルン王たちがまあ野営地をまあ作って、まあご覧の通りキャンプしてます。ちょっとここからクエストを受けて多分彼らの手伝いをすることになるでしょう。というわけで行きましょうか。あ、ヘイダミーンがいる。懐かしい。話せないよね。重天魔。こんにちは。こんにちは。ブレディ。ティラキ。ティラキは覚えてる。あ、パクラとかいるんだね。ビグロットも来てる。東方だ。あとは、あ、みんないるんだね。ラグナ、ストームクラグ、バレック・ドロニール隊長、これ覚えてんねんな。シャドウスケール、シャドウスケールもいる。勢ぞろいだな、意外と。向こうには、向こうには別に普通に兵士か。あ、エルフリーで。どなた？さすがに来てないか。あ、キツネのフロティールド、バーリーウォーハンマー隊長、イエベスノラミル、あ、ノラミル将軍なんかトリンヒルデとかあの辺りのオレンジ来てるかなと思ったね。さすがにいないか。よし、じゃあジョルン王からお話を聞きましょう。虫どもめ、
奴らを追い出すには大きな犠牲を伴うだろう。やり遂げてきたことを考えても、まだこの状況に勝つには人数が足りない。手伝いに行きましたよ。ちょうどよかった。これ以上援軍を待ってはいられん。好機を逃す前に今すぐ反撃するのだ。うん、なんか飛ばしちゃったな。バルダーがターレングラブでのお前の功績について話してくれた。英雄たちが集まった今、皆で虫を倒し、我々のものを取り戻さなければならぬ。虫の巨団はここで何をしていらっしゃるんですか？奴らはデイドラの軍を組織している。なるほど。リーダーの虫の父サリクはイスグラモルの王のウスラドを盗み、巨人シンムールの亡霊を目覚めさせた。激しい戦いになりそうだな。今日は多くの者がソブンガルデに旅立ってしまった。門を閉じて虫の父サリクを止めない限り、さらに多くの者が後に続くだろう。なるほど。普通の兵士では歯が立たん。この任務にはお前が必要なのだ。お任せください。イスグラモルの同胞団の霊魂が共に虫と戦うだろう。行く前にバルダーと話せ。カイネの祝福あれ、友よ。うん、バルダー。あの悪魔、虫の父サリクがウースラドを持つなど許されない。取り戻さなければ。王の兵士フロスタ隊長が今も虫の父を探している。その間コールドハーバーから来るデイドラを止めてほしい。何をすればいいんだ？遺跡の中に4つのポータルがある、うん、多くの信者やデイドラがそれを守っているが、ポータルを見つけて閉じることができれば数を減らせる。君にイスグラモルの500人の同胞団の祝福を。あなたたちの一人が一緒に戦ってくれるわけにはいかないのか？我々は力の限界に達している。だが協力が必要なのは分かっている。いいだろう。この大いなる危機に立ち向かうため、伝説の500人の同胞団の一人を蘇らせよう。この霊魂が戦いの時に手助けしてくれるのか？そうだ。同胞団は死してもなおスカイリムのために戦うことを求めている。戦士、炎の魔術師、あるいは有能な治癒士と共に戦うか。選んだ者が一緒に戦ってくれるだろう。じゃあ戦士と共に戦いに赴こう。良い選択だ。この娘は最後の戦いでケールカーズの乗組員と共に戦った。ケールカーズ、伝説の同胞だ。彼女だな。ハクラは、ここを出ましょう。サリクを倒すのよ。倒そう。よし、行くぞ。ちょっと待って、その前にね、ちょっとケーキを食べたい。もうレベル50になりたい、そろそろ。コレクション、記念品、イベントチケットを獲得しました。イベント承認支配人のところにこれを使って特別なアイテムを購入できます。同時に保持できるイベントチケットは12枚までです。なるほど。あ、じゃあもう12枚以上俺も持ってたんだな。もったいなかったね。溜まったら解けばよかったんだ。だから損してたよね、多分。あれ、ホルガンがいる。久しぶりだな。久しぶりだな。灰を歩む者を覚えていない？覚えてるよ、もちろん。戦場にいて傷を負った者たちの手当てをしている。ここで必要とされているので手伝いに行けない。あの鱗め、任せろ。現地で俺が助けてくる。周りにもいるんだな。さすがにない？ないか。まあ行こう。いやー、デイドラが食ってるな。確かに。ポータルを閉じる。
いやー、捕まった、危ねえ。ポータルは？あの塔の中だな。あ、ハイアイエムモノだ。私と一緒にいなさい、川が。友よ、友好的な歓迎が待っているはずよ。どうした？虫の教団にデイドラ、部隊を送るたびに奴らに蹂躙される。彼らには私たちの助けが必要なのよ。手伝えることは？この包帯を持っていくのよ。混合したハーブを染み込ませてある。傷を負った人々を回復できるわ。兵士たちはポータルを使って移動していた。怪我人もそこにいるはず。協力してくれてありがとう。頼りにしていい。私もお前を頼りにしてる。兵士がいるぞ。待ってろ今。この包帯で助けて。心配はいらないよ。大丈夫か、その足で。ポータルの音聞こえてない。オールドハーバーの邪悪な気配が消えるのを感じる。よくやってくれたわね。まだあと4つじゃねえや、3つあるぞ。なんもないな。ここからちょっと様子を見よう。塔にあるんだな。時計回りで行こう。そこに兵がいる。助けなきゃ。で、そいつもやんの。助けるぞ。自分でどうにか帰れるよ。種付けば。まあ、いいそんなことに時間を割いてる暇ないんだ。八重市まではもうそう遠くないわ。この調子。よし、この調子で行こう。頑張ってる。
しい。順調順調。また一つポータルが閉ざされたわ。負傷兵が見当たらない。あそこにいる？あそこにいるぞ。ありがとう。気をつけて。おっと、何も見ていないよ。あ、戦士たちも行ってしまった。よし、いたぞ負傷兵。お前だ。野営地に行くつもりだ。早やむ。話したいんだけど。やってくれたのね。ことの成り行きは見ていたわ。役に立てたかい？もちろん役に立ったわ。パクト中の家族が今夜ゆっくり休めるのはあなた。あ、ちょっと待ってくれ。奴が来たみたいだ。回復できます。やってくれたのね。もちろん役に立ったわ。あなたがいなければ今日はもっと多くの者が川のそばで悲しんでいた。ありがとう。ホルガンが心配していたぞ。ホルガンとはビラクトリデでの戦い以来一緒に長い時間を過ごした。私たちの川への道は今では一つ。いろいろな意味で感謝している。よし、これでポータルを全て閉じたはずだ。私の父サリクを見つけたぞ。遺跡の中央にあるポータルに来い。なるほど、分かった。あれだな。早くポータルを開けろ。間違った。何度も言うなお前。開けるよ、待ってろ。虫の血サリクがポータルを使ってアークウィンドポイントに撤退した。アークウィンドポイント、分かった。ロスタ隊長がすでにあちらにいる。了解。アークウィンドポイント、ここは一応リフト。探検家が何だ。何だったんだ今。
隊長を探す、ここか。ここにも道あんの。見つかってなんといない。見つかってた。どっちからも道があるのか。大丈夫か、ロサ隊長。カイネに感謝を。ジョルン王からあなたがこちらに向かっていると聞いたけど、何かの間違いかと思い始めていたの。虫の父サリクを追い詰めたんだけど、信者の奴らが激しく抵抗してきて、私の兵士は全滅してしまった。残ったのは私だけよ。虫の父サリクはどこに行ったんだ。彼は下にいるわ。ウースラドと一緒にね。何を企んでいるのか気がかりだわ。でも扉の向こうには行けない。忌まわしい資料術で作られた結界があって、扉が動かないの。結界を壊せ方法は。それには生贄が必要ね。誰かが向こうの儀式のサークルの中にある石に触れなくてはならないの。触れた者は死ぬけど、それと同時に扉が開けられるようになる。信者の一人がそうやって虫の父のために扉を開いていたわ。なるほど。他の方法があるに違いない。それを探してる時間はないわ。扉を開かないと。そしてあなたは虫の父を探さなければ。私が生贄になるわ。正しいことをするんだもの。少なくともソブンガルデンが言ってるはずよ。待て待て待て、代わりに敵を犠牲にするわけにはいかないのか。うん、邪悪かもしれないけど罪悪感があるとは言えないわね。上のポータルのそばに檻に入れられたリーチの民がいたはずよ。多分教団を裏切ったのね。あなたが彼をここに連れてきて騙して石に触れさせることもできるんじゃない。誰かを騙して自殺に追い込んだりする気はない。メアンダーすぐに彼を連れてくる。わかったわ、でも急いでね。下で虫の父サリクが何をしていようと、私たちは早く行って彼を止めなくてはならないのよ。うん、そこにいたな。見つかっている感じがする。見つかっている感じがする。あ、逃げた。大丈夫か、助けに来た。君は信者ではないな。頼む、助けてくれ。部族から連れ去られてしまったんだ。リフトを襲った部族の者だな。狩猟に従っただけだ。あんただってそうするだろう。虫の父サリクは俺たちに栄光と永遠の命と力を与えると約束した。嘘と灰ばかりだったかな。もう戦争はうんざりだ。頼むよ、俺はただ家族のいる家に帰りたいんだ。なんだろう、家族はいるのかお前に。
こういう選択多いな。ついてこい、脱出できる場所は案内する。オンに切るよ、うん、このことで後悔はさせない。リーチに戻って真っ当な人生を送るよ。そこから出ようか。じゃあまず娘がさぞかし喜ぶだろう。家を出るときみんな泣いていたんだ。ひどいな。ウルカが一番上で8歳、レインは5歳だ。もうそんな話は聞きたくない。こんな風に私を救い出してくれて、あんたは親切な人だ。彼に背いたからさ、ある儀式があってね、ある子供がうちのブルカを思い出させた。ちょ、ごめん。これが外への道かい？準備はできた。どうやってここから出るんだ？間違った方向に案内してしまった。東にポータルがある行くんだ。ありがとう、親切な人だ。うちの娘たちにあんたのことを話すよ。俺の命を救ってくれた外の者のことをね。俺はうちの子供たちをきちんと育てる。もう二度とファクトに迷惑はかけないよ。そうしてくれ。じゃないとフロスター隊長は。すまないフロスター隊長。わかった。どうしても他に方法がないのね。ごめんなさい。勇敢な行いに感謝する隊長。扉を開けてほしい。ええ、じゃあ決まりね。早くやるに越したことはないわ。いい最後ね。他のみんなに私の話を伝えてくれる。パクトとスカルド王のために立派な最後を遂げたってね。ああ、伝えるよ。あいつがクソ野郎だったらよかったのに。畜生。カイネよ、力をお与えください。選択肢が悔しい。なんとかなんないのか。誰も犠牲にならない方法が。君らは何とかできなかったの？扉を。サリクはちょうど広間にいる。ハクラと私は後ろにつく。そんな話はしてくれないのか。お前たちのせいだ。うちの教団は勝利するのだ。そんなことはさせんよ。ルージョ、私がそう簡単に倒せると思うか。何？このタイミングで食事が切れた。このタイミングで食事が切れたぞ。待て待て待て、食事がねえな。1個あった、1個あった。我らが虫の教団は決して破れん。私はシンムールにこの魂を与えたのだ。
いやー、食らっちゃった。スタミナがない。ないでしょ。ほら、今がチャンス。チャンス。よし。お前にウスラドは扱えない。まだやるのか。シンムールか次は。あれ？残念だけど、これでシンムールはさらに危険になるわ。急いで、話してる暇はないの。話さなきゃなんないでしょでも。サーリクは死んだ。シンムール万歳ってこと？何があったんだ。そんな感じじゃなかったけど。私と同じものを見たでしょ、うん、私たちは儀式を止め、あなたはサリクを倒したけど、ウースラドは粉々に砕かれた。サリクは斧の残った力を使ってシンムールと融合したわ。なんだって斧を元に戻すことはできるのか。おそらくね。でも斧の破片はなくなってしまった。見つかればウースラドをまた元に戻せるかもしれない。斧の半分はまだ残ってる。それを持ってここを出ましょう。わかった。この絵か。これが後々のあれじゃないの。よくやった。同胞団のスカイリムの同胞団のゴータルを使ってエボンハートパクトの野営地に戻ってくれ。うん。粉々になったウースラドってこれなんじゃないの。Stop.